皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の社会科歴史の縄文時代について説明したいと思います。社会の歴史というとどうやって勉強したらいいかわからないという人が多いようですが、基本は教科書そして資料集の大切な部分を読んでその内容を覚えることです。でもその大切な言葉うまくまとめられないという人もいるようなので、この動画ではその大切な言葉とその言葉の意味、出てきた言葉の意味ですね、それを表にして説明していきたいと思います。ですから皆さんはここのホワイトボードに書いてある内容をノートに写せばそのまま、その時代のことがまとめられるというふうになっています。では、縄文時代どんな時代だったのか、一緒に学習しましょう。縄文時代です。主に狩りや漁、採集を中心に暮らしていた時代です。集落はありましたが、大きな集落は少なく指導者もいたんですけれど貧富の差はありませんでした。人々は竪穴住居という建物に住んでいました。竪穴住居というのは地面を掘り下げた床に柱を立てて草や木の枝で屋根を組み上げた簡単な住居です。道具は磨製石器と縄文土器を使っていました。磨製石器というのは石を磨いて作った石器です。それと一緒に石を砕いて作った打製石器も一緒に使っていました。土器には縄目の文様がついたものが多いので、この時代の土器のことを縄文土器と言います。この縄文時代という時代の名前はこの土器の名前から来ているんですね。それから縄文時代のその集落には貝塚がありました。貝塚というのは人々が食べた後の貝殻や魚、動物の骨などを捨てたところ、今でいうとゴミ捨て場のようなところです。それから土偶という人形も見つかっています。土偶というのは土でできた人形で女性をかたどったものが多く、集落の繁栄や豊かな実りを願って作られた、そのようです。さあ縄文時代、この時代の大切な言葉 1,2,3,4,4 つ、竪穴住居、磨製石器と縄文土器を使っていた、で貝塚があった、土偶、ね、土の人形があった、それぞれの言葉の意味自分で、簡単に説明できるように。それから縄文時代、一言で言うとどんな時代だったか、ね、狩りや漁を採集を中心にした時代で貧富の差がまだなかった時代、こんなふうにスッと口から出てくるように、何度も自分でまとめて練習してみてください。今日も見てくれてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。